昨日ね、もう300ケツあれでシャトルバスを予約してですね、今日はエルサルバドルのエルトゥルっていうね、港町、サーファーたちがいる地域の方にね、向かいたいなというふうに思います。まあ、エルサルバドルはね、結構未知な部分もたくさんあるのでね、まあ、コーヒーをメインにいろいろ紹介できたらいいなというふうに思います。それでは行ってみましょう。ショーズライフ、ね、ペンションの田代さんを紹介すると、ここテラスがあって、ここに天気がいて山がガーッと綺麗に見えるんですよね。でここにシャワーとかトイレがあって、共有キッチン、ここで、ね、結構ね、毎晩みんなで料理作ったりとか、買ってきたものをここでみんなでね、お酒飲みながら食べたりしてました。でこっちにもスペースがあって、冷蔵庫、冷凍庫で、ここでは洗濯、自分でね、まあ洗濯して OK よーと、で洗濯したものはここに干しますと。はい、こんな感じでね、めちゃくちゃいいここでした。ドミートリーは1週間泊まれば1日50で、プライベートの方は1週間泊まれば1週間で480ケツあるっていう感じの、値段でした。はい、いやいいとこすぎてね、もっとね滞在したいなとは思うんですけど、先に進まないとね、バッとどんどん決めて先に進んでいかないと旅が進まんということで、今日出発したいなと思います。ありがとうございます、マジでありがとうございます。こいつに変えます。オッケー、よいしょ、着いた。アイルサルバドルの車なんですけど、宿はね、どうかわからん、今日エアビーで予約してるんですけど、ちょっとよくわかんない、どうなの。とりあえず今日はね、ちょっと休んで、明日ね、この宿も含めて紹介できればいいかなというふうに思います。それでは皆さん、ショーズライフ。多分ね、ここら辺はもうちょっと隣のとこ行くと世界大会とかが行われるような、まあ日本、世界中からプロサーファーが集まってくるようなサーフスポットなんで、